こんにちは、28歳、会社員、保有銘柄は12個、ポンプヘッドゆうたです。この動画ではお金のことや投資に関することなどを配信していく予定です。今回は12月2日に第3四半期の決算を発表した象印魔法瓶株式会社の業績を見ていこうと思います。言わずもがなですが、この会社の代表的な商品は水筒です。他には炊飯ジャーなどですかね。ちなみに私の使っている炊飯器は Panasonic Ideas for Life。パナソニックです。話は戻りまして、一般家庭や業務向けにも調理家電などを販売しているみたいです。続きまして今回発表された決算を見ていきます。売上利益総合的に芳しくないようですね。次に決算短信で原因を探っていこうと思います。まず売上的には円安のおかげで主に東南アジアや韓国からの需要があって好調に推移したけど、中国の売上はそこまでなかったとのこと。利益面では原材料の高騰や円安による輸入コストの増加で少し値上げしたけど、販売費や管理費などで利益も少なかったようです。メイン商品の調理家電では電気ポットは売れなかったけど電気ケトルは売れたそうです。電気ポットで思い出したんですけど、前に塗装業で働いてた頃に頭が仕事用のシンナー吸いすぎたみたいで、休憩中コンビニでカップ麺一緒に買って頭が先にお湯こう注いでたんですね。ポッとしてお湯出るから、でカップこうやって押さえてんのかなって思って待ってたんですよ、後ろで。だけどなかなか お湯満タンになんないのかなと思って結構長く待ってたんですね。なんでだろうと思ってて、ちょっと後ろから頭の手見たら、カップの中に注がれてんじゃなくてお湯がこっちの手に直に当たってて、熱さ分かってないぐらいラリってました。はい、そんなことがありました。なので業務用のシンナーなんですけど、シンナーの吸いすぎにはご注意ください。はい、他にはリビング製品のステンレスマグやステンレスポット、ステンレススープジャーは好調だったそうです。財務面を見ていくと自己資本比率 75%、 有利子負債は 0.04%、配当方針は見当たらなかったんですが、2018年の記念配当を除けば減配なしの増配企業といったところではないでしょうか。また配当金をもらえる時期が2月と9月なので、この月にお小遣いが欲しい方は購入を検討してもいいかもしれません。個人的にはコロナ禍でも通年の売上や利益は赤字ではなかったようなので、長期保有向けかなと思いました。ホルダーの皆様はいかがお考えでしょうか。本日は以上です。今回の話が少しでも参考になった方がいれば嬉しいです。今後もこのような動画を配信していく予定なのでよろしくお願いいたします。ポンプヘッドゆうたでした。バイバイ。